自身の展示会にて、マルティオラビタルベラは、フィンランドのバス歌手フィンランド領ヒートラの生まれ、1956年まで小学校の教師を務めた後、後ラハテ音楽院で声楽を学ぶ。1960年に、ヘルシンキで行われた声楽コンクールで優勝し、ストックホルムに留学して、カール・マルティン・オフマンの下で研鑽を積んだ。1961年で、 フィンランド国立歌劇場で初舞台を踏み、その翌年からベルリンドイツオペラやバイロイト音楽祭にも出演するようになった。1964年からラインドイツオペラと契約し、その翌年にはスカラザやウィーン国立歌劇場などに登場してヨーロッパでの名声を確立した。1968年にはメトロポリタン歌劇場にも進出している。 湯場の自宅で行われていた娘の結婚式の最中に休止した。マルティタルベラディスコグスハット KOTOBANK.JP ハットマルティトルベラ2017年10月8日時点のオリジナルよりアーカイブ2017年10月8日閲覧ニュースレターナ、no. ンバーワン32017年10月8日時点のオリジナルよりアーカイブ 2017年9月7日閲覧。ベースマルティトルビラ。2017年10月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年9月7日閲覧。ありがとうございます。